5月7日、最新セリーグ順位表、中日の逆襲。中日上げてきたな。朗報、中日、3位まで 1.5 ゲーム差。3位まで団子なんだな。2強4弱やな。中日が上げてきたのは想定外やった。巨人のリリーフ陣運用どうなってるん？すでにガタガタやん。セリーグファン、うすうす巨人が独走することに気づき始める。これは独走するわ。7月には逆マジック点灯しそう。セリーグの中心は中日やね。勝っても負けても話題になるし。東京のチーム地味にヤバくね。巨人は中田がいないのがだいぶ効いてるな。投手陣があれな分補えなくなってる感あるわ。巨人今後の対戦相手、バウアー、東、大瀬良、森下、アンダーソン、7連敗確定。つくづく阪神戦のポカ負け2戦が悔やまれる。広島はここから2週間ロード、交流戦の試練やな。五分で乗り切れば大勝利。巨人がここまで明らかに弱い年は久しぶりやな。中日さん、巨人の打線冷え冷えにしてくれてありがとな。阪神は梅野がマスクで連勝止まるし、交流戦までわからんな。巨人はどこ補強すればええんや？中継ぎ？投手全般やな。監督や。中日強えじゃねえか、聞いてないぞ。落ち着け相手は巨人や。